さあ、城にこもる孫悟を追い詰めようか。まず二手に終わらせます。正門を目指そう。長江殿、西分岐殿は南側を制圧、長領殿、天衛殿は西側から侵入。あの時私にできることは美しき戦なり。長州だよ、この戦を勝利で飾りましょう。終わらせます。その勢い誰にも止められますまい。ものだね。見ているだけで楽しくなってくる。俺と戦うのはお前か。終わらせます。
こうはいかんぞ。敵将を撃ち取りました。戦場に立つ以来、
敵とはいえ、その差が意外ではないぞ。いや、無理だからってクラッシュ加減はしないんだから。どうです？ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなった。お迎えはいらんでの、また戦まで会おうぞ。敵将討ち取りました。だからセキュリティで戦うなど反対だった。そそでみろ、私はそちらに下ろう。彼らも全員こちらに基準させられる。終わらせます。そうすれば敵の士気は相当下がるはずだ。日は熟した。今こそ孫権を討ち、後頭を制するのだ。我らは戦うなと言ったのだが、殿は元に勝ち目のない戦、そちらに下ろう。終わらせます。今です。天行城の門を全て閉めてください。こっから先は友達以外侵入禁止。まず城門を開けさせる。その後本陣を狙う敵を倒しに行くとしよう。
この剣業に散るがいい。この仕掛け放っておいては大丈夫です。これも作戦の修理で倒し停止させましょう。敵将、討ち取りました。